にちは、まつりぐりゅうです。新宿なんで。新宿なんかいつもと景色違いません？違いますよね。オレンジかなと思ったんですけど、ズームツアーかなと思ったんですけど。ちょっと副音声が入ってますけど。副音声入ってます、はい、吉本興業さんに来させてやりました。いよいよですか？はい、いよいよ。俺初。いや、自分初ね。はい、初？初ですよ。本当？本当？え、どっち？何が少ない？伊藤さんの方。いや、そうなんですよ、うん。だから今日もしかしたら会えるかもしれない。うん、はい。今有名な人撮りましたよね。撮りました。シンプルに有名な人。そう。なんかパトロールできるみたいなんで。行きましょう。本社。あんまり YouTube でないんじゃないですか？いや、あんまないと思います、ね。ちょっと見てみましょう。行きましょう、行きましょう。はい。ごめんなさい。新宿なんで、じゃあそこら辺があって、はい、おしゃれですね、なんかおしゃれ、すごい、うん、中、見てください、ね、すごい入り口ですよ、ね、すごいおしゃれ、絵もすごい、ほら、ね、なんか、吉本舞なんて、吉本の所属の中さん、はい、すごいわ、はい、こんにちは、こんにちは、マスルグリです、マスルグリです、と思っております、はい、序盤からいい体のところが、いやいや、本当に、本当よこそです、めちゃくちゃ待ってましたね、はい、受付の方も大興奮でした。本当に知らない、本当に真っ白い、パンパンですよ。弊社のご指摘ありがとうございます。ありがとうございます。吉本興業、宇都宮さんです。あ、お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は吉本興業さんの本社内をパトロールさせていただいて、はい、もしかしたら芸人さんにも会える。はい、全然行きますので、打ち合わせとか。マジですか？はい、はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。お二人も初めて、あら、あ、ちょっと鉄砲禁止、鉄砲禁止、鉄砲禁止、鉄砲ダメって言われたから鉄砲でいいかなと思って、鉄砲ダメです、鉄砲ダメです。あ、すごい、これ中庭めっちゃ綺麗ですよ、見てください。中庭綺麗、これ結構あのテレビとかでも結構取り上げられてる、ね、あの変な中庭でして、はい、あのここで芸人が撮影したりとか、あとはその芸人がちょっとステージを作ってネタしたりとか。ああ、すごいすごい。これはビジネスマッチングじゃないですけど、はい、会社ってこともやってる。あ、はい、40ですか。もちろん、もう関係者なんで、はい、もう関係者になりました、ね。なんか言い方がね、ちょっと闇組織みたいな感じで。そうだった。ここはもともと学校だったんですよ。そうです、もともと学校で。はい。はい、あの本当だ。蛇口とかこれは口先のバケットに口つけるのバケットいますよね。いるんじゃないですかね。まだいるんですか。令和にもいるんですね。なんか懐かしい、こうやってほら椅子とか。椅子ね。そうなんです。もう、うん、名残がまだ残ってるんです、うん、小学校だったっていう。100年くらい前に作られた。そうなんです。はい。で、どんどん改装していって、今の形に。うん、なってる状況ですね。植物もあそこ埋まってんじゃないですか。あ、なんかね、あ、そうです。あのここでいろいろ食べ物とか育ってるので、うん、はい、ミニトマトね。そうです。ミニトマト、大体そうですね。うん、すごい。めっちゃ綺麗、はい。芸人さんとかの、はい、ポスター、ね、ポスター。野田さんにも会いたいですね。野田さんね。ですね、はい、あとはまあここも。これもすごい。あ、おお。あ、これよく見る。なんかドッキリとかで。ドッキリとかで。はい、そうなんですよ。某番組とかで、うん、そうですよね。はい、打ち合わせだったりとか、あとここから急に拉致されたりとか。確かに。これは、すごいぞ。あの、某プールと同じくらいね。あ、そう。某プールと例のプールと同じくらい有名。感じで、はい。そのまま学校をリノベーションして、うん、使ってますので、うん。なんかその、やっぱ遊び心がありますね、うんうん、そういうところもね。うん、すごい。建物のね、歴史を感じますよね。うん、昭和初期とかの建物とか、ね。あ、建物自体はそうです、ね。はい。はい、土日なんで、はい、ちょっと開いてないですか。こうち BS 吉本っていう BS 局を開局してまして、はい、そこのスタジオであったりとか楽屋とか、たまに楽屋にちょっといっぱい書いてある、はい、すごい。昨年の3月に開局しまして、はい、この建物内に入ってます。あ、すごい、はい、この道中にあるスペースとかは、はい、もうあの弊社の社員がご飯食べたりですとか、はい、あとスポット、あと芸人がここでもネタ打ち合わせしたりとか、打ち合わせしたのが、まあいろいろなことができるスペースになっております。で、この編集室に関しては先ほどの、 BS 吉本の、なんか今日は頑丈なって、ね、うん、そうです、うん、撮影したものを編集したりとか、すごいっていう編集室も完備しております。で、あとここはあの社員食堂ですね。あ、これ食堂なんですか。はい、で、まあ、すいませんあの閉まってるんですけど、はいはいはい、ワンコイン500円で、すごい、あのここの月替わりでいろんなメニューがありまして、はい、500円でこのランチが、おしゃれ、で一応カレーだけっていうのもありまして、はい、300円でカレー食べ放題っていうのも、食べ放題、食べ放題、
めっちゃいいじゃん。ご飯とカレー食べ放題。食べ放題なんてね、そんなのもインドカリー行こうかなとね。インドカリー行こうかなと言わなくて、言わなくていらっしゃる。カレーと言ったら。そうそう。はい、すごい、食券もあって。はい、ここで買って。はい。コンビニあるし。であとここはあれです。あの多分うちの名物スポットなんですけど、はい、日本一狭いファミマです。日本一狭い。吉本興業東京本部です。本当。はい。ちょっと安くなんでやってないんですけど。はい。ちょっとうるさいな。はい、なんかね、にぎわってる声が。声が。ね。え、なんかネタ合わせみたいな。何やってるんですか。一応まあ。健康。1の1が。にぎやかな。そう、広い部屋でありまして、うん、芸人が打ち合わせしたりとか、ネタしてたりとかっていう。え、大丈夫なんですか。ちょっと一緒に見てるんです。はい。いや本当ここ本当ね、はい、ここは本当にね鼻が浄化される。鼻浄化される。でもね右側すんごいうるさい今。皆さん並んでいただいて。並んでこ腕組んどけよ一人。誰よ。全部メンチカツ。もたれしちゃいます。はい。はい、でも皆さんすごいマッチョなんで。いや本当に、はい、さまざまなマッチョですよね。あ、そうですよね。はい、ボディチェックをぜひプロフィルダー目線から。いいんですか、僕でいいんですか。お願いします。じゃあ僕から、はい、いきます、はいはい、吉本若手マッチョ部カントリーテールのゆうたろです。いやーいいこれ全部やるぞ。よっしゃーすごいフィジークですね、フィジーク。フィジークなんですけど、はい、ズボンがちっちゃすぎて、はい、そこにしか磨かないです。めちゃくちゃちっちゃい。すごい。ごめんなさい。ごめんなさい。ピチピチだよって。いや、素晴らしい。なんか、あれですか、気になる点とかあるんですか、ご自身の体で。ちょっと胸があんまり発達しないなって。確かに、肩とか腕に比べるとちょっと苦手そうですよね。ちょっとすっぺらく見えちゃってるなって感じで。真面目な話したくなるわ。どうすればいいでしょうか。お願いします。大胸筋はこう大きく伸ばしてあげた方がいいですよね。だからダンベルフライとか、はい、ダンベルフライが上手な人で胸が弱い人いないんで、僕はそこはしっかり丁寧にやった方がいいと思います。ありがとうございます。今日から、胸筋はダンベルフライのみでやらせていただきます。頭悪いじゃないですか。ありがとうございます。どうも、吉本若手マッチョ部のスカイサーキット松本優馬です。ギアナイスナイスカット。ナイスカット。いいよ、出てるよ。ちっちゃい。いいね。このサイズしかなかったさ、皆さん。このサイズに合わせません。出てるよ。足のラインも綺麗に見えるよ。綺麗。出てる。ナイスポーズ。ウルトラマンみたいな。いいよ。手首。いいやってなんすか。めちゃくちゃ脇毛濃いっすね。ナイス。ナイス。バビロンノリです。お願いします。でかいよ。お願いします。これ真面目に聞きたいです。本当僕は。本当に聞きたいです。真面目に。はい、頑張ります。僕背中が弱いんですよ。もっと広がりを出すにもどうしたら。
マジで聞きたいんですよ。関根さん、お願いします。フラットプールこんな感じで動くじゃないですか、こうやってバンザイして、はいはい、肩甲骨がうちに寄ってくるんで、僧帽筋のチューブとかの関与が強くなってくるんですよね、はいはいはい、だから僕はあえてこう手幅を狭くしたりとかして、はいはい、でこれで引っ張ってあげると、はい、こっちの内転動作が制御されるんで、はい、広背筋がやっぱ大きく動きますよね。なるほど、狭いフリップでプルダウンとかしてあげた方が、はい、広がりを出すんだったら僕は強いと思います。うわ、分かりやすい。いいねー、分かりやすい。よっしゃー、太田さん、じゃあいいよ。僕はあの腹筋のこの溝の深さ真面目に、真面目になっちゃうよ。真面目に聞きたい。僕も真面目に聞きたいです、はい、腹筋でも強いじゃないですか。腹筋のここがやっぱまあ長所ではあると思うんですけど、はい、これをもっとさらに深くそして大きくしたいんですけど、どうすればいいですかね、はい、筋肉やっぱ伸長するときに負荷が強くかかって、はい、まあ、筋繊維がこう物理的にこう損傷を受けるような種目だったけど、僕は筋肥大しやすいと思うんで、はいはいじゃないっすよ。真面目に聞いてるんですよ。めちゃくちゃ黒目大きいし。俺あとこれ3人やんの。いけるよ、いけるよ、いけるよ、いけるよ。ありがとうございます。調子いいよ、調子いいよ。上がってきた、上がってきた。ナイスアドバイス、ナイス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 。いけるよ、やったー、リーダー、すごいリーダー。よいしょー、よいしょー。西田クスです。パン西田クス、よしよし。ボディービル僕出始めて、はい、存じ上げてます。あ、はい、やっぱ足がちょっと細くて、はい、ハックとかをちょっとメインでやってるんですけど、いや、いいと思いますよ。なんかコツとかセット数とかどのくらいでやってますいいよ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 。ハックメインっていうのはすごい僕はいい選択肢だと思います。あ、そうです、はい、そのままノートとか取ってるんであればちゃんと重量が増えてくれば洋服あっちよっしゃよっしゃシャッシャじゃないですよ。それが一番熱いですよ。よっしゃよっしゃ、ハックしてるよ。ハックしてるよ。ナイスハック、ナイスハック。俺はハックしてないじゃん。ハックおはようございます。いいですか。はい、でかいよ、でかいよ。リボルバーヘッドです、お願いします。リボルバーい、いや、何名前で笑ってるんですか。いやいや、そういう有料カードだったなと思って。あ、いいですか。いや、何それ、いいんですか。そういう有料カードあったのって言ったのに、いいんですかってました。有料カードって言ってたんですか。そうそうそう、有料カード。すみません、ちょっと勘違いしました。すみません、ご結婚されてね。あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、お願いします。おめでとう、おめでとう。以上って結婚だけっておかしい。筋肉を見てくださいよ、はい、筋肉。あ、でもあの、はい、一番パワフルですよね、体が。はい、内転筋の鍛え方をちょっと聞きたいな。スラッとした足になりたいです。寝転がってみてもらっていいですか。はい、野井さん、ここで、はい、正常位置で。あ、正常位置で。いやいやいや、表現感があるじゃん。ちょっと近いですよ。ちょっと、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 下がって。足を上げてください。はいはい、これで、思いっきり力かけてください。はい、あ、 ある程度、はい、締めてください。はい、あー、あ、そう、あ、そう。いけ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 。締めて、締めて、締めて。僕が乗っかられた側ですか。コパイさんは内転強いんすか。あ、怖いじゃないですか。怖いじゃないですか。コパイさん、今はやっちゃうな、お前。おーおー、筋肉師匠、お願いします。おー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 、でかいよ、でかいよ。でいやで、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 でいやで。そう、閉じさせないように力入れて。あの頭蓋骨気をつけてください。頭蓋骨やばいやばい、つかる。いきますよ、いきますよ。はい、よーっしゃ。腰開けろ、腰開けて入れろ、腰開けて入れろ。後ろから誰か片付けてくれよ。まともな人間、井上さんしかいない。ちょっと楽屋張りに書いてあるんですけど、すごい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 、半分いた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 。